こんにちは。心が株式会社です。いつも当社の製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。弊社の治療機を少し紹介したいと思います。こちらがレガシスプラス、こちらがリブマックス F 分の1となっております。こちらレガシスが5つの治療、こちらリブマックス F 分の1が2つの治療です。電位、温熱、そして皆さんがよく体験されている神経刺激治療など、痛みなど寛解など、皆さんのいつものパフォーマンスを裏で支えてくれる治療法です。これからもぜひご愛用ください。早稲田大学レスリング部の皆さん、全日本学生選手権、怪我なくパフォーマンスされることを期待しております。せーの、頑張れ。わー。そして東京五輪に出場される須崎選手、おめでとうございます。活躍を心から期待しております。せーの、頑張れ。わー。早稲田大学の皆さん、こんにちは。日本オリバックと申します。私どものオリバックチェアは、無理なく腰をサポートし、正しい座り姿勢を保持できる骨盤サポートチェアです。腰をサポートし、正しい姿勢を保持することで体の軸やバランスも整えますので、少しでもスポーツパフォーマンス向上に貢献できたら幸いです。そして、レスリング部の皆さん、全日本学生選手権の、出場おめでとうございます。健闘をお祈りしております。そして東京オリンピックに出場される須崎選手の活躍を楽しみにしています。頑張ってください。応援しています。早稲田大学レスリング部の皆さん、全日本大学選手権当日は、しっかりと、力を出し切って、後悔のないように、頑張ってください。また須崎選手オリンピック、応援してます。それから浅井を減量中とコンディショニング用にご提供しています。浅井はブラジルアマゾン原産のフルーツで、ポリフェノールや鉄分、アミノ酸、ビタミン E、オメガ脂肪酸などを含むみなぎるフルーツです。また抗酸化力だけではなく、総血効果や新型コロナウイルスも起因する炎症を抑える効果が期待されています。今年の夏はみなぎるスポーツイヤー。全日本学生選手権でのご健闘をお祈りしています。そして須崎選手、代表選出おめでとうございます。アサイをしっかり飲んでご活躍を期待しています。早稲田大学レスリング部の皆さん、こんにちは。こんにちは。ファイテン株式会社です。日頃ですね、ファイテンのボディケア商品、ファイテンの T シャツ、ファイテンの足のマッサージ機ソラーチなどをですね、たくさんケアで使っていただきましてありがとうございます。今回ですね、レスリング部の皆さん、全日本学生選手権、ぜひ頑張ってください。これからもファイテンはボディケアで皆さんをサポートさせていただきます。そして須崎選手、頑張ってください。須崎選手、頑張れ。こんにちは。アロマ空間デザインサービス株式会社 CSE です。当社は商業空間やオフィスに向けて天然アロマによる空間デザインを提供しています。早稲田大学レスリング部様においては、2020年より練習場に業務用アロマディフューザーを設置し、集中力アップや消臭作用などパフォーマンス向上が期待できる香りをご提供しております。空間の目的や課題に合わせて最適な香りをご提案できるのが私たちの強みです。早稲田大学レスリング部の皆様、全日本学生選手権では日頃の練習の成果を存分に発揮されることを祈っております。チームの心を一つにして頑張ってください。そして東京五輪に出場される須崎優衣選手、晴れ舞台でのご活躍を心より期待しております。みんなで応援しています。早稲田大学レスリングの皆様、いつもお世話になっております。秋田市の飲食店、生ラムジンギスカンラムダッチョの竹下です。全日本選手権に向けてラム肉をお送りさせていただきますので、こちらを食べて頑張ってください。また
東京オリンピック出場の須崎選手、活躍を期待しております。それではまた。早稲田大学レスリング部、頑張れ。東京オリンピック出場の須崎選手、頑張れ。うちの株式会社は早稲田大学レスリング部を応援しています。私たちアクアクララは安心安全そして美味しいお水を通じて早稲田大学レスリング部の皆さんをサポートさせていただいています。厳しいトレーニングの合間に冷たいお水を、そしてプロテインなどを作るお水として、部員の皆様にご活用いただいていると思います。早稲田大学レスリング部の皆さん、全日本選手権においてベストを尽くせるよう頑張ってください。須崎優衣さん、ぜひ金メダルを勝ち取ってください。以上、アクアクララでした。頑張ってください。佐川印刷は早稲田大学レスリング部を応援しています。せーの、頑張れ早稲田。須崎選手、頑張れ。金メダル期待してます。早稲田大学レスリング部の皆さん、インカレ頑張ってください。須崎選手、オリンピック応援してます。千葉県市川市で歯医者をしております三浦歯科医院長の三浦です。私の医院には全国からアスリートの方たちが来てくださり、いろんな方をサポートさせていただいております。早稲田大学のレスリング部の方たちもサポートさせていただいております。早稲田大学のレスリング部の皆さん、どうかインカレ頑張ってください。須崎さん、東京オリンピック金メダル期待しております。頑張ってください。早稲田大学レスリング部の皆様、はじめまして、日本予防医学の小山と申します。2020年の5月にですね、そちらの梅林様の方から、熱意あふれるメッセージをいただきまして、日本レスリングの発祥といわれる歴史ある、レスリング部の皆様にですね、当社の疲労回復ドリンクイミダペプチドをですね、ご提供をしております。お役に立っておりますでしょうか。障害担当の鈴木様とはですね、日々コンタクトを取らせていただいておりまして、先日の明治杯で初優勝されたというニュースを聞いておりまして、まあ、個人的にも非常に嬉しく思っております。8月後半にですね、全日本選手権があるというふうに伺っておりますので、ぜひ弊社ドリンクを有効に活用していただきまして、怪我のないようにですね、元気いっぱいいい成績残していただければというふうに思っております。で、今回ですね、東京五輪、コロナ禍ではありますが開催されますが、50キロの女子、須崎選手も出場されるということで、まあいろいろコロナ禍で不便、あろうかと思いますが、ぜひ思いっきりですね、躍動していただければというふうに、まあ陰ながら、応援しております。それでは、レスリング部の皆様、ぜひですね、元気に、日々の練習、試合、頑張っていただければと思います。どうもありがとうございました。こんにちは。株式会社アレスの中村です。私たち株式会社アレスは、早稲田大学レスリング部の皆様に、このスパオールを供給させていただきます。このスパオール、見た目は黒い粉末です。これは機能を持った粉末です。一つ目、重心体幹が安定します。二つ目、血流が促進されて温暖効果があります。そして三つ目、リラクゼーション効果が期待できます。このような機能を持ったスパオール。これを私たちはこのような転写プリントシートを作りました。このシートをアイロンを使って簡単に皆様のお気に入りの T シャツ、お気に入りのトレーニングウェアに貼り付けることができます。こんな感じですね。はい。ということで、ぜひご活用いただけたらと思います。
早稲田大学レスリング部の皆様、次回の日本学生選手権ぜひ頑張ってください。そして須崎選手、東京オリンピック出場おめでとうございます。出場だけじゃなくて、ぜひ一番綺麗な色のメダルを持ち帰っていただければと思います。須崎選手頑張ってください。抗ウイルス抗菌剤アミノエリアは早稲田大学レスリング部を応援しています。新型コロナウイルスの不活化をするアミノエリアは早稲田大学レスリング部の皆様を新型コロナウイルス感染から守り、安心して練習に取り組めるように衛生的な環境づくりをサポートします。選手の皆様が全日本学生選手権で全力を発揮していただけるよう応援しています。日頃の練習の成果を出し切って頑張ってください。また須崎選手東京オリンピックご活躍を期待しています。頑張ってください。こんにちは。私たちは今多くのアスリートが注目している成分アスタキサンチンのサプリメントを製造販売するアスタリール株式会社です。早稲田大学レスリング部の皆様とは抗酸化力に優れたアスタキサンチンの効果について紹介動画を共同制作しています。またアスタキサンチンサプリメントで唯一国際的なアンチドーピング認証を取得しているアスタビータスポーツをご提供しております。早稲田大学レスリング部の皆様、全日本学生選手権では積み重ねた練習の成果を存分に発揮されますようご活躍を期待しております。皆さんのご健闘を心よりお祈りしております。そして須崎優衣選手、勝利を目指して頑張ってください。応援してます。応援してます。はい、待ってください。必ず金メダル取ってください。応援してます。